今回は、積み木生存説に対する読者の反応を紹介していきます。お今も信じてるんだが同じやつおる？ちなみに釘崎も生きてます。根拠はない。でも死んだか。生きてますの流れ何回も見たから可能性はゼロじゃないはず。積み木は無理じゃね？万が一生きててもマンだろうな。積み木の場合死体が放置されているのがもうね、せめて誰かが回収してくれたら望みはかけられたんだけどね。よりにもよってあの場から離脱されて味方誰もいない仙台行かれたのが痛すぎる。多分あのタイミングだと乙骨ももう仙台いないだろうし。受肉した奴の精神が殺されただけなら元の人格が浮上するかなって思うんだけど肉体ごと破壊されてたらやっぱ無理じゃないかな。釘崎も厳しそう。五条を送り出すシーンにもいないのは絶望的。生きてる望みは少ないけど死体が放置されてるかどうかはわからないままでは石氷もだけどその後の描写全くないし。少なさま爪が甘いから天使同様生きてる可能性もあるかもしれないけど生きててもそれはマンだから積み木はもう死んでるのよ。伏黒もなぜか生きてるし、積み木もまだ生きてるかもしれない。根拠はない。覚悟はしてたけどやっぱり同志はいねえか。伏黒は謎の宿儺耐性があったから。積み木に謎のマン耐性があればワンチャンあるかも。野原はヒロインだから復活確実だと思ってるけど積み木は伏黒の舞台装置だからな、難しいだろうな。花天使が15点ポイント取ってたけど、やっぱ受肉体ごとヤコブで焼き殺したんだろうな。それを思うと受肉直後で引き離せる可能性あるかも？って思ったヤドクロと一年かけてじっくり受肉したヨロズはやっぱり引き剥がし難しそう。堂々としてていいと思う願望は自由だし。積み木というかヨロズが死んでなかったら殺し損ねた宿儺と沈んだ伏黒が間抜けすぎるからな。天使はなぜか生きてたじゃん。なんかよくわからん理由で生きててくれ。高場が近くにいればマンが生きてる可能性あるけど、ゲゲ先生が死亡を書くとき大体でっかい V 破壊かチョンパ上半身破壊、真っ二つ、頭部スライスがあるんだよな。あとは遺言を残すパターン。積み木はどちらでもないから生存しててくれとかすかな可能性にすがってる。釘崎は上記に当てはまるけど何度か釘崎の死亡について言及されてるのに死んだと明確に言われてないから復活しそう。個人的には生存の可能性あるかなとは思ってる。乙骨が伏黒と宿儺分離の手段はあるって言ってるから、仙台コロニーに戻った乙骨が積み木反転させて助けてる可能性に 1IRR かける Y もかけるぞ。一口乗ります。釘崎は4人のうち3人死ぬか1人死ぬかの発言から予測されないように明言しないだけに見えるけど、どうなんだろうか。乙骨が伏黒の事情を知ってて積み木を助けるためにもポイント取るわーってしてたんだから積み木が死んでました。まあ終わったことだからもう A は言及なしとは考えたくないので。仙台コロニーでマンが満足成仏後に残された瀕死の積み木ボディ発見して回復させたとかどうや。いいね。最終回までその説で待機しとく。ちなみにマジで死んでてたらおとなしく成仏する。つまり乗っ取り奴を満足させて成仏させたら元のボディ返してくれるってこと。ヤドクロから宿儺成仏してもらうためには何やったらよいんだ。積み木の成仏イベント前みたいなないからワンチャンあると思ってるよ。体は仮死状態、魂はマンの呪文に入って伏黒を起こしてくれないかな。宿儺が負ければ縛り通りマンが迎えに行けばよいよ。積み木の死体に恵みの魂を印してさらなる尊厳破壊が来ると思ってるよ。積み木推しというかここまで積み木考えてくれる人がアニマンに出てくるとは思わなかった。絶対性格のいい子だよ。積み木は生きててほしいなぁ。いや別に積み木はどうでも良いんだけど良い子かそうでないのかすらもわからなかったし、ただあのまま宿儺パワーアップパーツみたいな消費のされ方はさすがに舞台装置すぎない？ってもやつくだけ。悪い性格だとしたら一緒にいたのに見抜けなかった伏黒も下げることになるから良い子ということにしよう。善人なんだろう。積み木はマジでただの被害者だからあのまま終わったらかわいそうすぎる。乙骨パイセンが助けた女児が積み木のフラグだと信じてたから生きててそれを回収してくれないかなと期待はしてる。別に積み木が好きとかじゃないけど一応このキャラを助けようって死滅回遊の目標の一つではあったからな。どんなキャラなのか気になるから描写が欲しいってのはある。でもほら宿儺さんは天敵の天使さんにとどめ刺さずスルーしてる人だからさ。伏黒が沈んだから生きてても死んででもどっちでも酔い合ってお家に帰った可能性はある。伏黒を呪術界に入れるプラスヤドクロ呪肉の隙を作るためだけのキャラだからね、今のところ。そもそも死滅回遊の目標が積み木を救うことだったのにそこがぶつ切りになってしまったのが気になる。ただ死ぬために出したキャラだとしてももうちょいなんかあってくれ。
最終的に死ぬことが規定路線であってもいいけど引っ張った割に当人について何の描写もなさすぎてなんというか扱いのバランスがとても悪いとは感じるから回想でもいいので積み木について何か来てほしいね。割と心情描写が上手い作者なだけにこの辺の雑さの違和感すごいんだよ。伏黒曰く善人とか霊に殺そうとした伏黒とネタイマジナリー積み木のカットが不穏すぎていまいち善人評価を信じられないでいる。ワンチャンマンと面識があるかもしれない高子が遺体を拾ってくれないかなという淡い思いを持っている高子だったら乙骨とも面識あるし、自分も根拠ないけど積み木生きてるんじゃないか早で積み木視点会がいつか来るんじゃないかという願望を持ってる。一応自分なりの積み木が生きているとしたらどうやってからっていう部分はもし積み木が純平型術式持ってるけど非術師脳だったりしたらマンとは別に術式を発言しててその術式が死とか蘇生とかだったらマンとしてではなく積み木として復活するんじゃないかなって妄想した根拠はないし何か矛盾してたらすまん。伏黒すでに沈下済みだから積み木は実は善人じゃありませんでへこます必要ないんだよな。積み木の描写って単行本おまけもあるけど本編で説明しきれてない感がある星座の剣とかは本編に回想一コマ入れるだけでもよかったと思うんだが、個人的には積み木本人というより伏黒の感情に共感するための描写が足りないんだよな。本紙内で書かないってことはおまけの内容は和の構成にいらないと考えられてるんだろうな。生存は無理っぽいけど回想は欲しい。でも伏黒沈める時ですらなかったことを思うと、積み木生きてたら伏黒は何のために心折れたのか意味なくなりそうだしまあ死んでるだろ。実は生きてて伏黒浮上するきっかけになって欲しいはそれだけで十分伏黒も覚醒する。積み木ってメインキャラであら伏黒に大きな影響力与えたキャラだからそれだけで十分確かに掘り下げ欲しかったけど正直満戦が終わった後にってのは崩壊しそう。満戦の前ならよかったんだけどね。生きてたらかちゃんと天使以上に何だったのって言われかねないからな。天使の役割は五条を解放することで多分終わって積み木の役割は宿黒爆誕で終わってると思う。まあ生存はないだろうけど沈んだ伏黒に積み木の魂かイマジナリー積み木が呼びかけて上を向かせたところに仲間たちの救助の手が届くとかだと少し救われた気持ちになるかもしれないな。積み木生存してるより生き返るにかけた方がまだありそう。トラツエからしたら伏黒がどうしても救いたかった姉ちゃんが受肉体であることが判明しパタパタ飛んでいったのが最後の認識だからな。その後宿儺お引っ越しとか色々あったけど一言くらい話題にあげてもええんちゃうかという感じはある。まあ逆に伏黒を救う算段を積み木ですでに実践してるから確信を持ててるみたいなことがこの後判明するかもしれんしとりあえず描写待ちだね。遺体の描写がないし最後に生き返って伏黒がハッピーですに一口かけとく。死んでたとしたら墓くらいは立ててやってほしいわ。もういっそのこと漫画残したのが呪物でその中に積み木入ってて伏黒がそれ飲み込んで天使みたいに強制でもいいわ。生存展開は一番難易度高いな。いっそ呪霊か呪物化してますの方が可能性高い。